元 F1 ドライバーのマーティン・ブランドルは、ダニエル・リカルドのアルファタウリでの F1 グリッド復帰はハイリスクな賭けだが、F1 にとっては素晴らしいことだと考えている。レッドブルは、火曜日、リカルドが、ニックでフリースに代わって、姉妹チームのスクーデリア・アルファタウリに即座に移籍すると発表した。だが、ブランドルは、競争力のある F1 でシートを埋めることが目標だと公言していたリカルドが、グリッドで、 最も遅いチームで戦いに復帰することを受け入れたことに驚きを隠せない様子だ。彼の復帰は本当に喜ばしいことだが、私の正直な反応は、ダニエルがそれやっちゃうというものだった。驚いたね、と、ブランドルは、スカイ・スポーツニュースに語った。デブリースが、アルファタウリのシートを守れなかったのは、主に予選でも決勝でも、チームメイトの角田勇気を上回ることができなかったからだ。34歳のリカルドが、 F1 でのキャリアを復活させるには、角田裕希に絶対に勝たなければならないと語る。元 F1 ドライバーのマーティン・ブランドルが、ダニエル・リカルドの復帰に言及したものです。同じものを出すなというコメントもいただきそうですが、先日同じニュース元だと思われる記事が出ていますが、配信するニュースの会社により、表現内容も違います。両方とも、リカルドにはハイリスクと言いますが、前の記事が、ニック・デフリースの後任として、 F1 第12戦ハンガリー GP よりドライブするのは、開幕実戦を終えて、わずか2ポイントしか獲得できていない、グリッド最弱の AT-04 だ。悪いことに、この車は、コーナーへのアプローチの際に、リアが不安定となる傾向にあり、リカルドが得意とするレイトブレーキングを活かすことが難しい。と、マシンの特性と、リカルドの操縦について説明し、リカルドの不利を言うのに対して、こちらは、おそらく、グリッド上で、 最も遅いマシンをカルダニエルにとってはハイリスクだと、ブランドルは付け加えた。と結構あっさりです。当然言ってる結論は同じですし、概要的には同じことを言ってますが。あとは、読み手の興味のあり方でしょう。私は、今回の、リカルドが不利というのではなく、なぜ不利なのかというところまで言ってくれる方が好きですが、これは好みでしょう。